ミエチスワフカルービチは、ポーランドの作曲家、指揮者、登山家、作家、写真家。存命中は、とりわけその華麗な公共史により、ポーランド音楽界の再生を担う、希望の星として、シマノフスキー場に将来を有望視されていたが、タトラ山脈にて、スキー遠征中に、なだれに遭遇し死去した。ビリニュスに生まれる。 家は大貴族のオストや氏族に連なる家系で、父親やんは歴史学者で音楽家。少年時代に主にドイツ語圏で過ごした後、ワルシャワでバイオリンを学び始めるが、後に体力、気力の面から演奏家を断念。1894年に、ワルシャワ音楽院でのスコフスキに、1895年から1901年まで、ベルリンでハインリヒウルバンに作曲を指示。 1906年から1907年まで指揮をアルトゥールニキシュに学ぶ。ドイツ留学中に作品1作品6までの初期作品を作曲。タトラ山脈にあるカルービチの墓標。墓標の表面に針十字が描かれているが、これは過去のポドハレ地域の民芸品に共通して見られた文様であり、ナチスとはまるで関係がない。帰国後は、 ポーランド音楽協会の役員として、組織の再建に大きく寄与するが、当時の大英的なワルシャワの音楽的環境に耐えきれず、1907年に天地療養を兼ねてたトラ山脈中のショートシザコパネに転居。この頃から健康面が優れるようになり、意欲的に数々の公共誌の作曲を続けた。ワルシャワ時代の作品として、 作品9から11までの公共詞が挙げられる。ルジツキ、フテルベルク、シマノフスキ、セルトが結成した音楽サークル、若き、国際的水準に達した新たなポーランド芸術の創造を理念として、その中心人物に踊り出た。ドイツ関連哲学を愛好し、ショーペンハウアーの悲観主義哲学やニーチェの超人思想に影響を受け、悲劇的かつ感傷的な曲奏を好んで、 展開することになった。作曲家として、ワーグナー、チャイコフスキー、リヒャルト・シュトラウスを崇拝していたが、カルー・ウビチ自身の作風が、優れて、完美な叙情性,性を持つ旋律と、半音階的な火星の充実、色彩的な還元楽法を特徴とするものだった。ホワイトマン、A、カルロックス、ヤング、ポーランドザムシカルフィンでシエクル。ありがとうございます。